しいところだっておっぺーなの。でもね、ちょっとね、ルナ、このおっぺーっていう単語についてね、ちょっと恥ずかしくなる瞬間があって、それがいつかというと、運営さんとあのやり取りするときにチャットでおっぱいマスパットってね、お互い打つときがちょっと緊張するな、緊張する、恥ずかしい、運営さんがおっぱいマスパットって単語を打ってなんかそこ考えちゃうんだよね。で、ルーナもおっぱいマスパットがーっていうの、おっぱいつけるね、なんかおーってなる時がある。で、たまに恥ずかしくなった時は、おっぺーをつけないでマウスパッドっていう。マウスパッドがー。でもね、上さんちゃんとおっぺーって単語つけてね、ちゃんと書いてくれよ。おっぺーって売ってるなーって思う。送りましたって、おっぺー言ってる。ただのマスパットって、打たないでちゃんとおっぺーって書いてあるんだ。なんか恥ずかしくなるよね。そこのやりとりがちょっと恥ずかしいのだよね。おっぺーだけ言ったら、ただのちょっと、やばいから、それは。OP とかにすればいいのかな？ OP マウスパッド。OP マウスパッドとか略せばわかるかな？打つのちょっと恥ずかしかったり、恥ずかしかったり。マウスパッドだけで通じるんだけど、まあ、一応、OP つけてる。ルナ、どんだけ OP 言うんだよ、もう。お名前を呼びし